キャッチャーは奥田、ライトは松本、レフト、サード松島、ショート楠本、外野はレフト熊倉、センター石森、ライト菊池。最近ジンクス中継っていうね、ジンクスというか、もう言うとどっちに転ぶかっていうところがね、その日によって違いますけれども、さあ追い込まれた岩田、粘れるか。よしよしよし、カットカット。よいよいよ、岩田。4番、宮田内藤にスリーランホームランを打たれたんですが、すかさずグランゼロには、高めのタイムリーだと、6番の松井に1点のスリーランホームランが、現在4対3の1点を決めている。なおも、ツーアウトランナー1塁で攻撃中。